シャス田中です。今回はこちらドラグノフを使って途中参加のチームデスマッチにやってまいりました。さーていましたかね、今のはカモン。あ、ごめんな、私はスナイパーだけどスナイパーのその志はないんだすまんな。あー死んだ。もうね、今回ドラグノフ使っていくんですけれど、こちらね、僕的に一番スナイパーの中で一撃で仕留めるのが難しい武器となってますね。はい、 M21 より難しい。うん、まああれ連射するだけだからね、そんな難しいことないんだけど、正直こっちは上半身胸上ぐらいを狙わないと敵が死なないので、なかなかこう集中力が試されるという武器ですね。他のね、 M40 とかバレットとか、あと R700 とかっていうのは基本的に胴体を狙えば倒せるんですけど、こちらの場合は胸から上を狙わなくちゃいけないので、こんな感じになっちゃうんですね。でブレがね、ちょっと上にランダムであるので、規則的に打てば絶対同じところに行くっていうところではないっていうのも難しさの一つですね。本当になかなか危ないですね。怖いよ。ちょっとこっち来てんのかな、こっちもこっちでなんかやられ放題なのか分かんないけど、ごめんね、スナイパーのやっぱ心得ガン待ち。さあ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 、とりあえずこっち側で今出していけー。ほっ、さあこっち側いけるかな。オッケー、1キルゲットからの、オッケーオッケーオッケー。なぜナイフを振ってきたのか分からんけど、この子は戯れかな。お戯れよしてください。お戯れを、お戯れを待てー。ダメだ、空爆で倒せる見込みがあった。やったぜ、2キルした、優秀。私の空爆優秀、いいですね。さっさとあのヘリ落ちないかななんて思うんだけど、あーヘリ、ちょっとヘリに狙われたのが今のハンデがありすぎ。待って、逃げたか。オッケー、任せたまえ、私が先行する。そしてその間に君たちは逃げてくれ。そう逃げないでくれ。よしよし、ヘリが呼びたい。あれが、ヘリが消えたらヘリを呼ぶ。オッケー、こっちからヘリを呼ぶぜ。こっから逆転が始まるんじゃないのかな、なんてな、始まればいいんだけど、ちょっとわからないですね、そればっかりは。危ない。よし、いいっすね。あ、もう最悪これだからこれ難しいのよね、なかなか難しいでしょ。今のってほぼ当たるようなラインだったのにもかかわらずね、こうなかなか無慈悲なね、あれが出てしまいましたね。これ右来る、トイレから。いやー、マジ2発当たったからいけると思ったんだけど、マジか、のけぞった、なぜか知らんけど。彼もなかなかやりますね、怖っ。ちょっと近距離はやっぱハンドガンで進めてかざるを得ないですね、これはね。待てよ、これで1キルゲットしたい。いやー、レーダーで、ちょっと待って、これは逆転できるかもしれないと思って私はフラグを投げたんで、よし、やば、これはまずい。これでちょっと2キルぐらいしたいんだけど、ダメかな。1キルー、しかもこの M16 にまさかぶつかると思わなかった。あ、これやばいぞ、これやばい。まあ、きえ。まあ、こんな感じでね、今回は途中参加の試合やってまいりました。いや、惜しかったな、意外と。まあ、こんな感じでちょっとね、皆さん、スナイパーで、狙うことができる人ならば、上半身、胸から上、首上、頭ぐらい狙える人だったら、ぜひぜひ使ってみてください。なかなか難しいですけど、それだけのね、ロマンはありますので、ぜひぜひ使いこなしてみてください。というわけで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。